せん、僕柳原さんと違ってパターは苦手な男なので。じゃあ、あの柳原さんも。あ、勝ちましたね。よかった。このぐらいで。こんな感じ。なあ、ちょっとずれたな、惜しい。もう、1メートルOK。もう、ダメだ、ボギーいっちゃいました。このボギーだった時のうなだれ用ね同じ顔してますもん今僕。ナイスショーナイスショー、やばい、どうだ、やばい、でこれがつま先頑張れ、いい感じです、あ、まあ大丈夫やろ、お、どうだ、あーでもまあ、あでもいい位置じゃないですか、ど真ん中ど真ん中、なるほど、これはまっすぐ打つべきかな、しっかり打つべきかな、あ、ちょっとだけ右下が、ほっ、ナイス、うわいいですね、いやでも僕のベストのショットよりみんなあんな遠くですよね、すごいね、すごいですよね、やっぱり筋トレを欠かさずやってるんですかね、まあでもパーですか、それパーしか取れんな、よし、男は黙って真ん中ドン、オッケーです、パーナイスパーです、オッケー、とりあえずはナイスパーです、よし、まずはまずまずやな、うん、まずまずできるかな、あいつらどないなと思う本当ですね、すごいですね、どこだ、よし、お、いけ、近づけ、あーでもないせいか、ちょっと力足んなかったかな、あ、いやもうほら、この角度よ、そうですね、これこれかなりきついですね、結構曲がりますよこれ、多分、こ、もっともっといってもいいかも、このぐらいいってもいいかもしれないですよね、ちょっと上りなので、ちょっと強めに、強めにね、はい、そうですよね、このぐらいの角度で、ここまた難しいパターン、がっつりいきますよ、もうほんまゴルフだってこんないからよーできる、これ参考なんの、うーん、ほんまに、どうだ、あーもう言っていいあの言葉、あーパンナコッタ早いな、パンナコッタ早いよ、出たなんてコッタじゃない、今のパンナコッタですよ、もう今のは惜しかったな、狙ってるところをね、うん、なんかそう、間違ってる、間違ってる、間違ってる、いい角度だったんですけどね、うわぁ、これよっしゃ、来た、難しいな、やっぱり難しいな、テクニック必要だな、いいな、でもみんな、でもすごいですよ、みんな、すごい、そうか、さっきとちょっと1位並んでますからね、僕の方ホールが、ほんとだ、点差が全然違いますね本当ですよ、もう桁がえ、あと、あちょっと待ってや、ちょっと待ってや、落ち直せます、ちょっと待ってや、今の今のは何でございましょうか、今のはもう完全にオープニングに比べて口数減りましたえ、どうだ、え、ちょっと待って、ヨット、あれお邪魔なヨットがいらっしゃる、曲げていったりとかしなきゃダメですかね、いや、まあでもそうですね、あれはでも当たっちゃったりするんですよね、あのヨットって低い弾道で打つと引っかかっちゃいますね、はい、バックスピンかけてというか下の方打って、そうですね、下の方を打つと弾道が高くなるので、まあ、超えていく軌道ですね、で風が強いと風の影響を受けちゃうんですけど、そうそうす、ね、海風とかどうなんですかね、多分今そんなに強くないんじゃないかな、パラパラパラ、あんま強くなさそうですね、ないですね、超えていきましょう、で、多分角度的にバウンドするといい具合にいくんじゃないかなと、このぐらいで、はい、いったん邪魔これ、あお、あー惜しい、惜しい、さあ、いけ、いいとこ、お、よし、あ、止まる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 、行き過ぎたか、頑張りや、
模擬か。模擬最初のあのミスが痛かったな。ラフが痛かったですね。最悪、あのなんであの丸をミスったんや。あのキャディから一言よろしいでしょうか。はい、あの柳原さんが全然喋らないというコメントが入ってました。そうなんですよね。もうマジの顔になってるね。真剣。もうちょっと待って。そんな。ちょっと待って。もっと甲高い声聞かせて。ね、そうですよ。さあ。いつものよ、いつものキャディさんめっちゃびっくりするんだあれ。パーって歩かれたら、おはぶきたーって声が相当でかいみたいな。ヘルツ数がいやほんま、かようできとるわ。でもほんま、いつもできることができなかったりするからね。ねえ、そう、そうなんですよね。ほんまにそういう感じですよね。タコのシプレーできへんかな。左の奥の方か、狙いはちょっとじゃあこの辺から力強くいっちゃっても、フックするのかスライスするのか全然変わってくるな。パーフォー、よし、今度頑張るぞ。よっしゃ、こんなウサギになっちゃった。早かったな。ここを狙えと。これでもコース的にどうなった。ちょっと左に下ってるので、うん、こう流れてバンカーの方とかに入っちゃうのはちょっと怖いですよね。この木邪魔やからな。セカンドを考えたらこの辺だろ。ここで左に転がるだろ。まっすぐ打てれば問題なし。ちょっと待て、風ある。風がある。みんなそんな感じになってくる。この辺や、いけるかな。えい、今コメントでなんとなく白くなっているところは花道って書いてありましたよ。そこをちょっと狙っていくと成功しやすいってことなんですかね。へー、ほうほうほう。そういうのあるのかな。これでも無理やな。確かになんかああいう色ムラがね、あるよね。うん、なるほど。へえ。この辺ってことかな。そういうことでしょうね。狙い目としては。よし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 。あ、届け届け。よし。あ、できました。取った。なり前。ここね、二段グリーン、二段グリーンっぽいからな。へえ、難しい。ほ。あ、これ難しいですね。へえ、シャワールシー。ああ、あと届かないかな。ラフか。でもまあ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 、でもこっちまで乗れたらみんなどんどん入ってくじゃないですか。下りで風があるんだよな。下って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 真剣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 プリが半端ないやからな。結構風強い。おっしゃで、あ、でもまあこれクリアだ。クリア、これで。ああ、しゃあ、悔しいで。すごいですね。悔しすぎるで。お、ナイス。よいしょ。あ、完成よ。よっしゃ、スパー。傾斜すごいな、全体的に。そうですね。すごいですよね。そう、みんなうまいな。みんなうまいです。すごいですね。もうプロと回ってるぐらいの疎外感感じるわ。あ、ちょっと、あの、このホール、トイレあったっけ。だってね、3往復ロッキーね、トイレあったりするから、ね、休憩しつつですよね。そう、これもうさあ、さあか。山ん中とか、河川敷とか、全然ちゃうからね。角度がな。いやもう行きたいわ、ゴルフ。行きたがってきた。もう、うずうずしてるじゃないですか、もう。行きたがってきた。これでも今僕は全部のホール回りましたね。多分。お疲れ様です。はい。でもやっぱり1位の人はすごいですね。いやいや、すごいですよ。スコアが倍ぐらいね。1万差をつけてきますからね。すごいですね。すごいことや。やっぱもうすごいな。いや、もっとちょっとこれ練習しよう。ね、私も練習しよう。おお、ラフいっちゃう。大丈夫かな。あー、ですね、今日に限ってメス当たるやんけ。これはやばいな。あ、間違えた。あ、違う、当たったんや。手に当たった。俺横見たかったんや。やったぞ。さあ、ガラケー芸人こんなとこで来れます。
悲しさ結構ストラップもつけてるガラケーなんですね。あ、ガキ山事情を言うな。かけちゃうしか知らん情報。くそー、やっても頑張れ。もう最悪や。これはね、つま先下がりやからね。結構斜めてますもんね。そう、気つけましょう。あれ、あー、結構飛んでる。あー、よかった。腹立つ、今のチョロ腹立つけど、あれようやんねん、ゴルフ場でも。あの色気って言うねんけどな、オラは。色気見せてもった、言うて。よし、この辺かな。どうだ、いけ。あ、綺麗に。こっから中に入るやろ。もうちょっと転がらなあかん。ナイスアプローチ。もうちょっと転がらなあかん。意外とですね、そう。危ない、またやるとかやった。いや、ちょっと待って、ちょっと違うの、もっと左行きたい。ずらして、うんうんうん、よし、下り、もうちょいかな。いけ。おー、カラコロやるなよ、俺の目の前で。よし、よかったー、タモリなんとこやったわー。あー、全然語れへん。すごい、すごいな。気持ち上がりますよ。いや、今のよう読み切ったな。今のラインよう読み切った。いや、一個一個のね、その自分の中の、そうよ、ね、ハードルを超えていくことがやっぱ練習ですからね。で、全員でいつも言ってるのが、次につながるゴルフっていつも言ってる。前向き、前向きな。もう一打一打リセットしていかなあかんから、ゴルフは。確かに。そう、前のミス引っ張ったり、ね、うまいこといった次の、次がうまいこといかないかってするからね。ちょっとダメだと。これだから。精神の戦いですね。ようできてんねん、これ。自分との戦い。ほんまに先で調子乗った後ビビーンとか言ってまうかな。でもあのゴルフ通の柳原さんにここまで語らせるってすごいですけどね。ほんまにこれようできてるわ。本当にこれはもうおいさんらめっさハマってんじゃん。で多分もうだから50代ね、我々大先輩とか60代の人とかやったらスマホ持ってるけど細かい操作分かってないから、はい、ある程度はできるけど、いろんな後輩とかに教えてもらって、うんうんうん、そんなやり方あるのみたいな。そこで交流がまたね、ここ買うのとかね。そういうね、上下の交流もできたりするから。確かに、ここですよ、ここ。よっとのところですね。気をつけてください。これヨットこいです。風のヨットが、ちょっと待ってね。ん、違う柳原さんレベルだったら、多分ヨットのね、運転してる人にね、ちょっとどいてもらえますか。感じしますけどね。よし、さあ、どうだ。さあ、風もね、ちょっとね、考えて、角度も考えて。よし、これなら大丈夫だろう。